氷山塾本陣地図氷山塾本陣は、大阪府茨城市にある、旧西国街道の氷山塾の本陣お成門脇に咲く椿が有名であったことから、椿の本陣とも呼ばれる。旧西国街道の3番目の宿場である、氷山塾にある本陣で、国の史跡に指定されている。旧西国街道は古来奈良時代から、重要な道として存在し、 京都や奈良から西へ向かうための主要幹線道路の役目を果たしており、郡山駅宿として、古来より郡山宿は栄えていたこともあり、江戸時代には京都、西宮間の街道にある5つの宿場のちょうど中間点にあるため、西国大名などの参勤交代等に郡山宿が利用されてこの本陣を利用されていた。現在、国の史跡に指定されているが、 現在も当主が在住しており、見学等については原則予約が必要である。なお、一般特別公開が年2回開催され、その期間は予約不要で4人以下でも見学できる。本人及び脇本人が設置され、火災等での緊急に立ち退きが必要になった時のために、現在の見直し小野原及び茨城市東海市の東西に非常立ちの基礎を定めていた。 常時妊婦30人、馬36匹が用意され、それでも不足が出た場合には、付近の村落より集められていた。本人の当主は、代々前衛門と称し、一橋家より、縦脇が許されていた。1696年から1872年までの宿帳が保存されており、その概要は以下の通り。現地案内看板によると、教法3年に類称に合い、 建物とともに、ほとんどの古記録が焼けてしまい、現在の建物は、教法6年に、西国書大名などの寄付によって再建されたものですと、書かれてある。母屋、土蔵、茶席、納屋などが、教法6年の施設のまま現存するに一部、回収された。大阪府茨城市宿土川原さんの銃、ありがとうございます。